ムハンマドアリー・ハーン・ワラージャーは、南インドのカルナータカ大使。1749年8月、父であるカルナータカ大使アンワール・ティン・ハーンが、アンブールで戦死し、父を殺害したチャンダー・サーヒブと対立する形で、大使となった。1752年に、チャンダー・サーヒブを倒した後、1763年のパリ条約で、彼の大使位は、正式承認された。 だが、イギリスは、彼が大衆を得るための代償として、第二次カーナティック戦争及び、第三次カーナティック戦争における戦費の負担を強いた。その負債額は、マイソール戦争などによりさらに悪化の一途をたどり、結果的にナワーブの領土は、イギリスの保護国化した。アンワール・ティーン・ハーンの死百7 4 9年8月3日、父である、カルナ・アタカ大衆アンワール・ティーン・ハーンは、 アンブールで、フランスとチャンダー・サーヒブ、ムザファルジャングの連合軍と戦い、戦死するところとなった。アン・ワール・ティン・ハーン殺害後、その息子、ムハンマド・アリー・ハーンが新大使となったが、チャンダー・サーヒブも大使を戦し、二人の大使が両立する形となった。父の殺害後、ムハンマド・アリー・ハーンは、イギリスと結んで、ティルチラ・パリの城塞に逃げ込み、チャンダー・サーヒブは、 フランスと結び、第二次カーナティック戦争が勃発した。また、彼は、イギリスの他にも、ニザーム王国の君主、ナーシルジャング、マイソール王国、タンジャーブール・マラーター王国とも同盟した。1750年4月5日及び1751年1月21日には、ムガル帝国の皇帝アーラムギール2世の直上により、ムハンマド・アリー・ハーンは、 アムアールティン・ハーンの後継者であり、カルナータカ大使であると認められた。1751年から1752年にかけて、チャンダー・サー・ヒブは、フランスの援助の下ムハンマド・アリー・ハーンの老上する、ティルチラー・パッディ要塞を攻めた。だが、チャンダー・サー・ヒブは、この包囲に、兵員の大部分を咲き、首都アルコットが手薄となっていたため、1751年12月に、 アルコットは、イギリスのロバート・クライブに奪われてしまった。ムハンマド・アリー・ハーン1752年4月には、チャンダー・サー・ヒブ自身も敗れ、タンジャーブール・マラーター王国に援助を求めたが、同年6月12日に裏切られて殺害された。その後、デュプレクスは前線したものの、1754年8月に、戦費の問題から帰還させられ、10月に和議が結ばれた。その後、 フランスが第三次カーナティック戦争により敗北したことでイギリスの南インドにおける優位が決まった。そして1763年2月に第三次カーナティック戦争と並行して行われた七年戦争とフレンチ・インディアン戦争の講和条約であるパリ条約によりムハンマド・アリー・ハーンは正式に大使となった。なお1765年8月26日には ムガル帝国の新たな皇帝シャアアーラム二世からも、大衆を認められている。ムハンマドアリーハーン・ムハンマドアリーハーンの地政は46年に、及びカルナータカ地方政権は依然として、南インドに広大な領土を領有していたが、彼はムガル帝国の主権を認め、皇帝シャアアーラム二世と所管のやり取りをしていた。1760年、ムハンマドアリーハーンは、 皇帝シャー・アーラム2000より、ワッラージャーの称号を賜った。この称号は、彼の一族の加盟である、ワラージャー家となり、アンマーリー・アーサは、別名は、ラージャー朝とも呼ばれるようになった。だが、ムハンマド・アリー・ハーンは、第二次カーナティック戦争中に、イギリスから軍事的援助を受けていたが、その援助にかかる費用は、ムハンマド・アリー・ハーンが負担することとなっていた。その上、イギリスは、 カルナータカ地方政権があまり関与していない第三次戦争に関しても大使の領土の保全に尽力したと主張してその支払いを求めイギリスに対して巨額の負債を抱え込むこととなった。また、ムハンマド・アリー・ハーンはイギリス東インド会社のみならず、東インド会社の幹部、ヨーロッパ人の商人、インド人の商人などの個人からも多額の借金をしていた。 第二次戦争中、ムハンマド・アリーは、マイソール軍の援助も受けていたが、1752年に、マイソール側のティルチラー・パッリの割譲要求を断ったため、マイソールは、途中から、フランス側と同盟する事態にも陥っていた。両国は戦争終了後もティルチラー・パッリ周辺で、争い、1755年4月に、マイソール側が諦めて撤退したものの、 これ以降長く対立が続くこととなってしまい、その脅威に怯えなければならなかった。ムハンマド・アリー・ハーンは自身の地位を守るため、イギリス軍を駐留させておかねばならず、その駐留費は莫大なものとなって負債に加算された。ついにはイギリスも対策を考え、第三次戦争終結後の1763年10月16日にマドラス周辺の土地一帯を ジャーギンイルとして活上させた。また、1767年には、アルコットからマドラスへと主婦を移した。1773年9月17日、ムハンマド・アリー・ハーンは、財政難を打開するため、マドラスの東インド会社職員らの援助を得て、タンジャーブール・マラーター王国を併合した。だが、併合後も財政は悪化し続け、さらには、 私的再建者である東インド会社の職員らとの癒着も、私的、不当な併合に対して、会社の内外で批判が高まる結果となった。そのため、1776年4月11日、タンジャーブール・マラーター王国はイギリスによって復活し、その君主・トラジャージー2世は復位したため、この併合は何の意味もなさなかった。ハイダル・アリー1767年以降、 南インドでは、イギリスとマイソール王国との対立から第一次、マイソール戦争が起こっていたが、ムハンマド・アリー・ハーンは、マドラスを拠点としたイギリスに協力していた。だが、マイソールの支配者ハイダル・アリーは、ムハンマド・アリー・ハーンがイギリスと同盟していることに、不満で、戦争中に、カルナータカ大使の領土に進撃し、1769年3月には、マドラス近郊まで進撃した。 そのため、1780年5月に、第二次マイソール戦争が勃発すると、7月に、マイソールのハイダルアリーは、カルナータカ地方政権の領土に8万の大軍を送った。11月3日にキュート、旧とアルコットは占領され、1784年に、戦争が終結するまで、カルナータカ地方政権の領土で、ほとんどの戦いが行われたが、その間に、国土は略奪。 破壊された。ムハンマド・アリー・ハーンとイギリス人、ムハンマド・アリー・ハーンは、マイソール王国の軍を撃退するために、イギリスに対して莫大な支払いを余儀なくされたが、負債の額はさらに増してゆき、ついには政権の崩壊すら危うくなった。そのため、1781年にイギリスは、マイソール戦争の戦費を要求しない代わり、その全領土の徴税権を譲り受け、 イギリス自ら徴税に当たることにした。第二次マイソウル戦争終了後、1785年にムハンマド・アリー・ハーンは、戦争時の臨時戦費を負担することで徴税権を回復したが、1790年に第三次マイソウル戦争が勃発すると、イギリスは臨時戦費の支払い能力がないことを理由とし、再びその徴税権を摂取した。 第三次マイソール戦争が終結すると、1792年7月12日に、ムハンマド・アリー・ハーンは、平時の戦費負担、反自立的領主、ポリガールからの功能による徴収をイギリスに収めることで、なんとか徴税権を獲得した。だが、これにより、外交権の放棄が定められてしまい、事実上大使の領土は、イギリス保護下に置かれた。こうした中、 1795年10月13日に、ムハンマド・アリー・ハーンは、エッソが原因で、マドラスで死亡した。その遺体はかつて自身が、牢場戦で戦ったティルチラーパッリーに埋葬された。ありがとうございます。